よし、なんとかここまで、戻ってこれました。まあ、いい感じに酒飲んで、ちょこっと、寝て。まあ、ちょっと今、深夜帯なんですけど。まあ、ある程度心折れたら、ちょっと一旦、本気で寝て、朝からまたやり直しとかっていう感じにしようかなと思います。よし。では、ここなんだよな。ね。ここなのよね。よし、行くで。おー、行けた。ギリギリ行けたぜ。んで、ほー。こんなに広い面なのに、出っ張りが5つしかないってちょっとこれ過酷すぎるでしょう。よし。これまでの経験を活かして、高そう。決めよう。けど、若干眠たい。よし。行こう。OK。さっきより、若干強めかな？ほい。いいね。いやー、ここで見させてくれないのもちょっといやらしいよな。お前、そのてっぺんいけねえだろうっていう感じね。俺こそ本当にあれだな。氷の跡のところより細いから、微妙な失敗でも許されないよな、これな。よし、行こう。ああ、やっぱりダメ。これ一番下まで落とされはしない。優しさ。まだ戻れる記録はある。この高さだと。けど、しょうもないミスはしたくない。ね。OK。で、音量なんですけど、やっぱり、今の、持ってるものだと、これが限界っぽいですね。あとは、BGM を下げたりとかして、ちょっと声を聞きやすいようにするぐらいしかできなくて、構ね、なんか100万人ぐらいのチャンネル登録者がいる方々のあの音量にしたいんですけど、何やってもうまくいかない。機材の問題なのかな？やっぱちょっとマイクのところの反応がちょっと微妙っていうところもあるし。って言っても、デスクトップ PC 買うお金もないし。ちょっとドスパラとかで見たんですけど、まあ買うんだったら15、6万ぐらいのゲーミング PC 買って、PC 版のゲームをやりたいなと思うんで、15、6万ね。何ヶ月かかるかな。なんで多分音量はこれ以上は良くはならないとは思うんですけど、なんかやり方知ってる人がいるんだったらなんかちょっと教えてほしいんですけど。よし、まあ、いっか。頑張ろう。おい。これやばいパターン。あ、よかった。
あそこの失敗したところ、意外や意外、溜めないと、ちょっと力入れないと、あそこまでいかないんで、強めにはいったんですけど。あ、やばい。あ、これ落ちるパターンじゃない?これ。よかった。ちょっと音量問題がずっと続きそうで申し訳ないですけど、いやーこれでしょうって思っていろいろ一日かけて直してみたんですけど、もうなんかアップロードする前の音量と、アップロードした後の音量が半分ぐらいになってるんですよね。けれども、多分、前日の投稿だと、のやつ見ていただいたら、なんか右クリックして、なんか一番下のところを見ればいいらしいんですけど、音源を YouTube 側で下げるっていうことはしてないっていう判断にはなってると思うんですけど、それでもあの音量、どうすればこれ以上大きくできるんだろうっていうところが、悩んでるところなんですけど、まあいいか、その2なんですけどね。よし、じゃあ行こう。なあ、また同じ。左、左、ああ、やっぱりやっちゃった。ああ、これ集中切れたな。あの引っかかりなんだろうな。よっ。うわあ、これやばいやつ。ああ、よかった。あの引っかかりなんやろうな。そう、やっぱりあそこのルートは、右端に寄らないといけないんだ。焦った。なんか危ない匂いはしてましたけどね。あ、強いな。これもやばいな。あ、よかったよ。ういうわ、これは。あ、よかった。左ね。で、右端から左に。OK。わあ、強すぎる。あ、これやばいパターン。やばくないパターン。これね。あ。で、そうか、右か、これこわ。お、あ。またこっか。やっちゃったか。難しいな、力加減。
ほ。ほ。左ね。で右。わあ。おお。思ったより力入れないといけないな、あそこ。お。お。OK。よし、来た。お、あ、雨、止んだぞ。右。なんだここ。あそこか。よっ。あそこだよね。この字のところ引っ掛けて。よし。で、右。天井か。何回集中。けど眠い。目が閉じるのが強い。よし。失敗しませんようにお願いします。ほ。OK。で、右。左。このところ。ほ。で、マックスすぎると上にぶつかる。ほ。あ、あ。終わったー。これはやべえぜ。やらしいな、あそこ。意外と簡単そうで。強すぎると頭ぶつける。弱すぎると下にぶつかる。あ、ボール危ねえ。どんどんやらしくなってくるんだろうな。ほっ。ほっ。よっ。まずここだな。で、こう行って、思ったより強め。ああ、やっぱり。おお。ああ、強いよ。よいしょと。どっこいし、強い。ああ。もう。けど音楽がなくなるところまで来たな。強いね。あ、これやばいやつ。あ、さよなら。ああ。けど、なんとか。即復旧できたな。なあ。わあ。ああ、これ、ああ、もう終わったやつ。風が味方しなかった。うん。あ、ここ。うん。でもその風の吹きによって結果が、落ちる結果が変わるっていうのがちょっとあれだな。
いい味出してるな。そういうことかな。安全策考えるんだったら、たまにあそこミスるからな。ちょっと下ルートやってみようかな。やったことないけど。こっちの方が安全なのかな。けど微妙に、結構危なかったけど。こんなぐらいの、こんなぐらいの力で行けばいいのかな。どうだろう。あ、おお、危ね。キング踏ん張った。ありがたや。こうじゃん。もう一回やろうかな。3割ぐらい。なあ、こっちの方がいいな。わあ。惜しかったな。全然惜しくなかったな。ああ危ない。休みなさいかな、今日は。さすがに。一旦リフレッシュ。寝てリフレッシュするかはわからないですけど。またいつものセーブポイントでから明日やろうかな。よし。いけたって何ここ、え、これ、え、これ、うわ、え、何これ、ルート変わったってこと、秘密の王国、え、どうなってんのこれ。いや、なんか左とか行ったら落ちそうじゃん？あ？お友達、お友達じゃありません。さよなら。お友達じゃない、ないっす。ちょっと、怖いっす。
え、これどうなってんのこれ。わお。ぴょん。うわぁ、ここら辺どう怖いなぁ。君って変わってるね。これちょっと一応確認しよう。これあれだ、これ落ちるんだ、この左行ったら。だから左は、なるべく行かない方がいいんだけど、これ何これ。上ないじゃん、上。けどだなぁ。あの、白いやつって大体床があったはずだから、え、どうしてジャンプするの？え、ちょっと。あれ？隠れてないか、これ。うわ、何か隠れてる。プラス、左には行きすぎないようにしよう。あ、ここはないんだ。音がない。あるな、あれ、あれ。マジかよ。この後、左に行きすぎると、あの下まで落とされて、はぁ。ひどいなぁ。しかも次はもう、何？床が、床というか、形が見えないエリアになっちゃった。うわぁ。ないじゃん。あ、これあれか。あの、細いやつか。この上にあるやつは。マックスいけんか？あ、上に当たるんだ。うわぁ、これはやべえ。一旦ここで終了にしようかな。で、言いながらもう私1時間以上やっててもうちょっと疲れてるんで。ちょっと一旦ここで、あ、いけた。一旦ここで終了にしようかな。え、何？あそこにありますせと。でもこれ左行きすぎると、またこれ落ちるやつだろ、これ。あ、しかもカラスがいる。やだな、こういうの。おい。ああ、ほら。ああ、怖い、このゲーム。なんでそんなひどいゲームになったの、これ、急に。なんかあるんだよね、ここね。にひひ。にひひじゃねえよ。おい。あの床がきちんと四角ないや四角くないやつはあれは幻想なんだ。ひどくない？で上に行けと。はあ、こっちかな？いけない。お？うわ、怖い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 。ああ。よっしゃ、いった。ここら辺で終了にしましょうかね。いった。区切ろう。うん、さすがに。って、すごい気になってるけど。ああ、よかった、ここ。けど、ここら辺、またどっかは、落とされるんだろうな。何これ。なんかこれイチゴみたいなところ踏んだらスイッチが見えるんだ。あそこと、ここね。じゃああの、変な王冠ついてるやつのところで終了しようかな。ああ、よく来た。小さき妖精よ。山の王とは世のことだ。あんまり、知らないですけど、大丈夫です。妖精の舞う。
あれはノリだっけな、ノリの大地から山頂の石ころまで。でも要は貴様のことを知らない。だって新入りです。一体どこから来たのだ。一番下からです。はい、じゃあ王様のところからスタートします。はい、いやーめっちゃ疲れた。1時間ピンクのところ誇り、その下、その下失敗して氷雪みたいな、あれこの1時間の中でもやってたんで、いやーやっと次のエリアに来れたけど、左に行きすぎると、だってこれ全部がこの左のね、20センチくらいは通れない雰囲気醸し出しながら下に落とすための通行でしょこれ。通行口？怖いね。このゲーム。怖くなってきたね。前以上に怖くなってきた。よし。じゃあちょっと一旦ここで区切ります。では、ご視聴いただきありがとうございました。